スクールアイドルになる？もうまた変なこと言い出すんだから、チカは。ほんといつも変なことばっかり考えてる子だよね。小さい頃からよく知ってるけど、本当にいつも可愛い顔してとっぴなことばかり考えてた。宇宙浦の浜辺に星の砂を作る方法とか、私の住んでる島まで橋を架ける方法とか浜に橋を架けていつでも私の住んでる向かいの淡島まで遊びに行けたらいいのにっていう、その発想が可愛くて私はちょっぴり嬉しかったけど、でもまあとにかくこの辺は子供もそんなに多くなかったから、一つ年下だけど海で泳いだりスポーツが好きなチカとは何かと一緒になることが多くて、仲がいいっていうよりはなんだかもうほとんど腐れ縁みたいな感じでずっと一緒にいたんだよね。だからとりあえず何でも相手がやることには付き合うっていう感じで今まで来たのだからあの子が大好きで、私の苦手なカラオケに何度付き合わされたことか。それが今度はスクールアイドル？まあこんな田舎の浜辺の町でアイドルも何もないと思うけど、でもまああの子がやりたいっていうならとりあえず付き合うしかないでしょ。こんなところで高校生が何かやりたいってなったら助け合わなきゃ。私は家業のダイビングスクールの手伝いがあるし島住まいだけど、その分もともと部活はやってなかったから時間なくはないし、歌ったり踊ったりは柄じゃないけど、コピーバンドぐらいならできるんじゃないかな。でもちょっと気になってるのは、チカは憧れのミューズ目指して頑張るって今から握り拳作って張り切ってるけど、そもそも私たちの通う裏の星女学院はミューズのいた音の木坂学院とは違って、もう廃校になることは完全に決定済みなんだけどな。大丈夫かな、あの子本当に分かってるかな。